短大イラストの2階の堀利一です。僕はミニュエマという自分のオリジナルの世界を作って、こういった細かい世界観の中にオリジナルのキャラクターを描いて、で主人公を自分にして自分の世界を旅するっていう、まあ、ストーリー性のある感じのイラストレーションを描いています。で、全部平面の作品なんですけど、展示するときは自分の作品自体がこうストーリー性を感じさせるようなイラストレーションなので、人を見ていただく人にこうストーリーを想像して楽しんでもらえたらいいなと思ってます。ありがとうございます。